おはようございます。いつまでも若くいたいですね。私ももうね50歳になりそうです。若くいたい、若くいたい。よし、11月24日相場解説の時間でございます。時間6時25分。はい、じゃあ早速ね切り替えていきますね。いや今日もねデイリーから見ていきます。これデイリーなんですけども、どんどん円安が進んでいます。114円を突破してもう115円、これもですね大きく115円を超えてもう116円とか、以前からお話ししてますけども、悪い円安が進んでね、これ120円まで行く勢いですよ。それこそ日銀の市場介入でもない限りは120円はこのまま進んでいくんじゃないかなと思います。当然そうなると国内の輸入品っていうのはものすごくね値上がりしちゃいますよ。今ですら原油って高くなっちゃって、もう今ね史上初日本の備蓄を今解放して価格を薄めようとしてますよね。でトリガー条項なんてのも未だに維持されてます。これトリガー条項による25円のガソリン税の上乗せに対して利権が絡んでるから値下げできないんですよね。だってその25円がなくなったら儲けてる人が儲かんなくなっちゃうから、しかも楽して儲けてるわけですからね。いやー困ったもんです。私たちはこの円安に対して少なくとも個人的に FX で利益を積んでいくことができる一つのチャンスだと思います。つまりは円を売れば売るほど私たちは個人資産は増えていくっていう現象なんですよ。ただ円を売れば売るほど日本全体は悪くなっていきます。これがだからね、政治家や権力者と同じで、目先のこと、目先の個人的利益を優先すると社会は悪くなるっていうよくある例なんですよ。さあこっから皆さんどう思われます？一部の既得権益者が自分たちの利益を守るために長期的な視線で日本をダメにしてるっていうことと、今私が皆さんにお勧めしている円を売れば儲かるよーっていう感じで実際に円を売ったら儲かってるでしょ。このあたりからですかね、売りにかければずーっと儲かるわけですよ。でも円を売るってことはそれだけ日本円が世界に対して弱くなることなんで、将来的に日本はダメになっていくってことに加担してると言っても言えると思うんですよ。だから個人的に儲かることとこの社会が儲かることが一致してれば、自分よし相手よし社会よしで三方よしなんですよ。でも個人的には利益だけども、そして証券会社もこうやって取引すれば儲かるけども、でも将来の日本はこれによってどんどんね円安が加速してダメになっていくってことなんですよ。で、もともとニクソンショック以前は1ドル360円だったんですけども、これが本当にもう一回360円になっちゃうんじゃないかなっていうことですよね。ちょっと暗い話になりましたけども、私はそれでも個人的にこの FX のテクニカルではあなたが儲けることだけを考えて話していきます。はい、ということでね、安値はどんどん切り上がってきて高値一辺倒です。安値、安値、安値、安値でしょ。高値、高値、高値、高値でしょ。もう右肩上がりのトレンドはもう変えようがないんで、これからもずっとこの画面上ドル円ではバイバイバイ、ドル円でバイってことはドルを買うってことですからね。ドル円ですからね、ドルを買って円を売る、だからドル円です。円ドルだったら円を売るっていうことになりますけどね。じゃあ次の時間軸見ていきます。マックスちゃん4時間、もう言うことはないですよね。一時期このヘッド&ショルダーを警戒しましたね。ヘッド&ショルダー一時警戒しましたよ。でも結局はもうヘッドを超えて上がっていきましたので、こっからも買い一辺倒としか私は言いようがありません。以前ここでレンジを組んでいましたよね、覚えてます？ここでも利益をしっかほっか取って、今はフェーズが変わってこっちの方に移ってますからね。一瞬ここだったんですけどね。じゃあ1時間足です。もうバイオをしましょうと以外には言うことがないんですけどもね。こちらの方の絡みももう抜けた感じです。もう完全に底を作って上げ底になってこっから上がっていくばっかりだというふうにしか見えません。細かい説明はもうしませんけども、これ完全に上げトレンドになったでしょ。上げトレンドに、それだけなんですよ。もう細かいこととか言わずに、もうね全体的にトレンドが円安なんですよ。もうテクニカルをそこにかぶせていってもしょうがないんで、今はとにかく円を売ることだけ考えていけばいいんじゃないかなと思います。特に1時間以上で勝負している方はずっとね買いでいけば、120円までいっちゃうかもしれないですね。いや本当にね、これ日銀の市場介入ありえますよ今年中に。このままでいくと市場介入してくるかもしれない。その時には逆に円をしっかほっか買っていかないといけないですよね。かなりの利益上がりますよ、そうなると。
いや、ちょっと熱くなって申し上げましたけども、本当に国家的な危機が訪れているっていうのはこういった為替相場に現れてます。怖いですね。怖い、うん、これだけ円安が進むと海外から見て日本の株式って買いやすい状態ですよ。つまり海外の株主が増えていきますんで、日本の企業はどんどん弱体化するってことです。ただでさえ弱ってる日本の企業に追い打ちをかけるように内需はなくなり、外からは株式だけ買われるっていう感じです。仮にこれから日本の企業が V 字回復を遂げても、その利益のほとんどは海外のファンドに、投資家さんに食い尽くされるってことですよ。これ怖いですね。非常に怖いですよ。少なくとも個人的に儲けていくことっていうのは私たちに残された最後の選択肢ですけども、それすらね、日本の円を安くすることに加担するっていう意味では、外資のハゲタカさんファンドとね、私たちは同じ穴の無地なんてことですね。怖いですね。じゃあ怖い中でも、怖い中でも結局はテクニカルをこうやってねお伝えしている立場としては、円を売れとしか言いようがありません。円を売ってください。